シャーうーちょっと画面から外れすぎてるんですけど。まあ、さらっとね、告知動画です、今回。はあ、私、シチュアのギターをやってまして。はあ、ついに。ついに。はい。まあ、あんま何も決めてなかったんですけど。何やねんす。毎回こう、ギタリスト紹介してるじゃないですか。毎回ね。こういうギタリストみたいな。はい、それを、ちょっと、皆さんからこう、なんていうんですか、教えていただいて、はい、それを紹介していこうかなと。あ、え、なんすか、だから、はい、こんな、こういうギタリストおんねんけど、ちょっと紹介してくれへんみたいな。そうそうそう。おあ、もうその通りですよ。ほうほうほう。それをね、ちょっと、なんか前コメントもらったんですよね、何人かギタリスト。ほうほう。で、まぁ、あ、ちょっといろんな人を聞いてみたいなと思って、はい、まぁ、あ、今、その、皆さんがこう注目してるギタリストで、本当にこう、誰でもいいので、はい、バーッと書いて、ほんで僕はそれを見て、はい、うん、これは無理だろ、みたいなのは、省いていきますけど、できそうなやつをピックアップして、はあはあ、で、ちょっとあの、あれですよ、なんかこう、ビジュアル系の誰々って言われても、僕知らなかったりしたら、はい、あーみたいなのあるじゃないですか。はいはい、まあ、そういうのはちょっとね、勉強して無理やったらダメなんですけど、なんか、あ、この人いけそうやなっていうのを、はい、まあ、ちょっと随時なんかピックアップしながら、僕も影響されたのをやりつつ、はあ、皆さんと共に、作っていこうじゃないかな。ああ、まあ、あの片一方からのね、はい、情報発信だけじゃなくて、もうそれ一方的なのではもうこの時代ダメです。まあまあまあそうですね。この時代ってもう波乗れてない人間が言うことでもないですからね。まあまあ、まあ、そう、はい、ね、インターネットをね駆使して、ね、YouTube をね、はい、見てもらってる皆さんからの、そうそうそう、皆さんと共にねこう楽しくやっていこうじゃないかなと、まあそういう感じで、はい、募集しますので、よかったらこう下のこうコメント欄に書いて、はい、書いてください、こう下にどこを指さしてるのかちょっといまいち分かんないですけど、あのコメント欄ですよ、コメント欄に、ね、コメント欄に書いていただいたら、はいはい、待ってます。